お久しぶりのカービィのエアライドの録画。動画投稿自体はまだ残ってるんだけどもね。今回はシャッフルです。あれです、ルールが決まってないのでまんべんなく取る必要があるし、重さも取っていきましょう。なのでハイジャンプに関してはいいスコアは出ないでしょうな。致し方なし。さてでは、この稲妻マークちゃんとか取ってね、一気に回収を進めてしまいますか。前半だとこれただのメリットアイテムな気がしてならないぜ。慣れてる人なら後半でもメリットアイテムなんでしょうね。見ての通りの超スピードでいろいろ回収がはかどるというやつよ。よいしょ、うー、よし、怖っ、よいしょっと。最近はルールを決めてやってたので、こういう感じでやるのは超絶久しぶりなんですが、あれだよね、恐怖のポイントストライクとかあるよね。でもポイントストライクを30回遊ぶとかいうチェッカーがあるので、その辺は気にしなくても大丈夫。のんびり行きましょう。ゆるりゆるりとね。ワゴンがいるね。謎の拍手が起こったんだけど。そろそろイベント。今日はなんかすげえ時間が長く感じるエアライドだぜ。あれか、ルールがシャッフルだから、なんかこれじゃないこれじゃないってせわしなく動くことがないから、すげえ余裕を感じるね。まあ最高速一つも取れてないのはちょっと余裕を感じてる場合じゃねえと思うけど。報酬回率に悪影響よね。では横取り、よし、ふっ、効かないぜあんまりな。スピンで無効にしたと思ったけど判定が残ってやがった。ハンバーグ、また同じところに生えてる。あー色が違う。にしてもライトで一発耐えるとはね、いい耐久力だ。というか無効の火力が低かっただけか。防御力ゼロだもんな。回収はそこそこに進んではいますが、伝説のマシンパーツ見っけ。どっちだろう、ゴーヤか。乗ってもいいですね。ロケットちゃん、さっきまでワゴンがあったと思うんだけど、入れ替わりか。ということはワゴンタックルがあるということですね。重さをこれだけ取ってたら多分ハイドラもう無敵入ってんじゃねえか。上にあるね。よし、お、箱が生えた。あれはおそらくマシンパーツ、取っておきましょう。違うのか。そうだ、おいおい。というかイベント起こらないんだが、平和すぎるんですけど。まるでゴールデンウィークのような動画だぜ。いや、ゴールデンウィークシーズンにやっとるんですけどね。平和すぎてなんか感覚が狂うし、微妙に言葉にも困るぜ。この音はジェットか。いいマシンに乗っていらっしゃる。これ多分地下にパーツあるな。さっき見えてたし、ちょっと地下行きましょうか。他にやることもないし。うい、やばい。重さは下げられちまったぜ。ここの岩を壊すっていうチェッカーを今埋めにかかっても良さそうですけどね。まだグリップ力はかなりある。これだと思う。よし、でもう一個あると思う。ここにさっきなかったっけ。まあいいけどね。まあ多分こっちでしょ。このどこかにあるはず。ないか。うわー、最高速が目の前で消えるという屈辱。よし、誰か潰しますか。シュッ、乗ってねえのか。ほら、おお、回避で避ける。やるね。よし、なんかえらくアイテムいっぱいあるというかマシンがやべえ。すまねえ、デビルは怖いから潰させてもらったよ。最後のパーツが見つからないね。で、あれイベント本当にあんの、これ。これイベントオフになってない。さすがに異議申し立てレベルだよこれ。ちょっと待ってな、あるわ。さあシティトライアルやっていきましょう。先ほどテイク1があったんですけど、イベントオンにしてんのにイベントがないぐらい静かでね、
あまりにも不気味だから確認しに行ったらイベントはオンでした。一体何だったの？まあという不気味な体験をしたところで、今回のエアライドルールシャッフルで再開します。よろしくお願いします。まあ必ずしもスターを壊したのを、ああ取っておけばよかった。これだったらやっぱり、まあ最高速取りたいよね。最初に重さも取らねばなりませんね。はい、君のマシンはこれ。うい、え、弾かれた。へえ、同時だと弾くんだね片方。珍しいこともあるもんだ。貴重な体験しちゃったな。よし、奪い取ろうと極悪非道な行為に働いた甲斐があったというものだね。割とレアな体験をした気がする。うわー、今回は責任持ちますよ。やり直しませんよ今回は。おっそ、まあ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 、運で巻き返すから安心して。最高速極限まで落としたらどうなるんだろうね。よし、お帰り。一回やってみてもいいかもしれないけど、でも最高速を落とせば落とすほど、あのマシンの速度的に回収ペースも落ちるから、意外とめちゃくちゃ遅いマシンっていうのは作りづらいのかもしれないね。ういうい、よしよしよし。でこれ、あれ、これじゃねえのか。いや、なんかね、車体を下に向けてやったらすり抜けて取れる的なことがあったけど、多分こういう意味じゃないんだろう。おお、ちょっと待っとけ、ちょっと待っとけ。よし、お、ワゴンじゃん。ちょっとどいとけどいとけ、私が取りに行くんだよ、あそこにあるアイテムね。で、あれはそうそう消えなかったよな。お、攻撃じゃん。よしよしよし、あ、意外と早く消えるわ。おい、旋回ぶっ潰してやりてえよな、他の連中を。こんだけ攻撃があったらクラッカーでチェッカー埋めるチャンスでは。やばいもんな、完全なゴリラだよこれ。デスマッチカモーン。ほら、マシンも赤く光ってきた。攻撃をいっぱい取ってるって証拠ですね。ただライトで追うのはちょっと怖いか。でもライトだったら追いかけつつも、あの旋回能力の高さで追いやすいから、ハイドラが一番いいんだろうけどね。ハイドラは殲滅力が高すぎてあれだが、多分クラッカー当たる前に死ぬけど。ドラギューンよ、はえー、もうあんなに速いのか、すげえな。お、すごっ。ターボってそこそこの耐久あった気がするんだけど、ほぼ2パン。お、来た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 。ってことはルインズはこの競技に向かん。潰させてもらう。あるかな、飛行もいらんな、それだったら。よし、任せろ。究極のゴリラをお届けしようじゃん。音が怖えわ。お、いいところ。よしよしよし、いいねいいね。デビルいった、デビルいった。私のマシンの火力が、あーぶねー、今のなんだあれ、怖っ。もうちょっとずれてたら死んでたぜ。ねえよねえよ、怖え怖え。せっかくいい仕上がりなんだから邪魔しないでほしいね。まあ私が邪魔してる側なんだが。よし、じゃあこのボムちゃんで再び奴らに引導を渡してやるぜ。ほら、いいコースだけど、もう移動してんな。この子はマシンを失ってるのか。どう、うまいこと避けてんな。あれはスクーターか、ワゴンじゃないなら勝ち目はありますがね。とりあえずここにキャッチしてもらって、小回りの効くいいマシンがあったら乗りたいんだけども、ライト以上に小回りの効くマシンってそうそうねえよ。ジェットか、早すぎるか。お、偽物が混ざった。であれば今の間に伝説のマシンパーツを回収しよう。マシンパーツに偽物はないからな。またどっかで暴れてら、怖えなこれ。スピンしながら行こう。おお、ほんと大暴れしてるよ。お
落ち着きがね、イエーイライトとは思えぬ火力、危ねえ、いてえ、結局食らった。パーツも落とすし散々だ。彼はどこに向かって走ってるんだ。スクーター君は見事に破壊できたけど、あんまり意味はないよな。ワゴン潰しておいた方がいい気はする。スコア稼ぎたいならな。ちょくちょくスピンしとけ。加速が曲がっている。もうさ、ドラグーンも悪くはねえんだがな、早いからね。デスマッチにおいては悪くないと思います。デスマッチ以外の種目においてもほぼほぼ勝てるから、適正マックスだとは思うんですけどね。重さ重さ、後ろにいるらしいぞ、気をつけろ。近づいてきてないか、気をつけろ。体力、おーいえーい、パーツ落とした。体力は取っておくもんだよな。今回はなんか耐えてるな。よっと、デスマッチ的にはいいマシンに仕上がりつつあります。残り時間わずかですが、よし、ほい、攻撃、もう攻撃は完走した。防御、あとマシンパーツだな。どこら辺見に行ってない、あれか、もしかしてあれか。これだったらもうゲット確定なんだけど。やったぜ、いいタイミング。体力も結構いい感じに、おお、カンストしてらっしゃるぜ、気分的にね。ただこれ見ての通り曲がらねえ。レックスウィリーかこれ重さ取ってるからな、鈍い感じですな。しかしあれか、早すぎる。旋回がもうちょっといるか、取れねえもん旋回が。よし、酔うね。酔い止めワドルティちゃん、突然の出番だぜ。さあ、伝説のマシンによるデスマッチをお見せしよう。おお、ワゴンやるね、なかなか。デスマッチ1。では行きます。うぅ。うれ。よし。落ちてねえ、マジで。よし。トゲだらけにしてやるぜ、この辺り一帯をね。私も食らうぞ、いて。よし、こっち来い。返り討ちにしてやるぜ。こいつら意外と勝てんだよな、今回。まあでも、本人のスピンなら威力は申し分ない。行って。死ぬ。よし、まあいい。命が失われても、デスマッチでスコアを稼ぐことが重要なのだ。怖えけどな。よし。にしても自分自身の火力にやられてるな、これ多分。ふい、さあもっといいのくれ、もっといいの。ふい、これこれ効かないね。よし、これでチェッカー埋まったらいいのにな。埋まらねえんだけど。これはシティトライアルじゃなくてデスマッチだから、はずよ。おーいえーい、でもこれ死亡扱いにはなってない。まだあと1回には耐えられなーい意外と復帰早いな。あいててててて、どけいてどけいてどけいて。さすがにドラグーンはもうちょっといるな、防御性だ。はっちーん、こっちーん。死ぬ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 。よし、結構ギキャス稼いだよ。チェッカー埋まんねえから、うい、1点1点。そうなんだよな、これコンピューターとデスマッチやったらこう、なんでお前マジになってんのみたいな感じ出てくるから、ちょっとあれだよな。